キーパーのカミンスキー、蹴るのは興梠。さあ今シーズンの初ゴールなるか、興梠慎三ゲットして、まずはレッズ1対0対1、立ち上がり浦和レッズが PK で先取点を取りました。5試合目にして今シーズンの初ゴール、興梠慎三を決めた今の PK です。まあ、途中ちょっとスピードに変化を加えました。そうですね、まあ、ちょっとフェイクも入れましたし、はい、落ち着いて決めて興梠、まずは先制ゴールは浦和レッズです。